こんにちは、ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。今回は6年ぶりに発売された SDR-DN1080 の後継モデル SDR-AN1000 を紹介します。 AV マルチアンプ SDR-AN1000 は 7.2 チャンネル出力が可能な AV マルチアンプで、チャンネル数は2017年発売の DN1080 と同じなのですが、6年間の間に進化した機能が多数搭載されています。 8K 入出力や 4K120p 対応などの新規格対応もありますし、そしてソニーのサラウンドシステム HTA9 やサウンドバー製品などで搭載されていた360スペシャルサウンドマッピングを AV アンプで初めて搭載したモデルになります。さらにワイヤレスディアスピーカーやワイヤレスサブウーハー製品とのワイヤレス接続に対応し、エッセンタースピーカー端子を装備し、2021年モデルの A90J、A80J、X95J シリーズ、それと2022年モデルの A95K、A80K、X95K シリーズのアコースティックセンターシンクにも AV アンプとして初めて対応したモデルとなります。HDMI 入力端子は 6K とあるので、さまざまな機器を接続して高解像度かつ低遅延でテレビに送出することができます。 AV マルチアンプというとその佇まいから価格も高く、設置設定などの手間もかかるように思いますが、サウンドバーの周辺機器との連携ができるようになったことで設置もシンプル、そして価格もそれほど高額にならずに導入することができます。例えばサラウンドシステムのヒット商品 HTA9 ですけども、発売当初は22万円だったモデルが、現在は2回の価格改定により29万7000円になっています。価格が高くなったというよりは、もともとは安かったので性能なりの価格になったという感じなんですが、まあそれでもちょっと買いやすい値段からだいぶ上がってしまったかと思います。 SDR-AN1000 はアンプ本体が12万1000円となりますが、これにフロントスピーカーにトールボイスタイルの SSCS3 を1万9800円で2本、そしてワイヤレスリアスピーカー SA の RS5 8万8000円なんですが、これを足してみると全てセットにしても24万8600円と HTA9 よりも5万円ほど安価に揃えることができます。 HTA9 の予算でサブウーハーの SASW3 も購入できてしまいます。SDR-AN1000 の設置ですが、今回はそんなわけでワイヤレスリアスピーカーの SA-RS5 とワイヤレスサブウーハー SA-SW3 を使うことで、配線をするのはフロントスピーカーの SSCS3 だけとなります。ブラビアのアコースティックセンターシンクを使うので、エッセンタースピーカー入力端子は使いますが、かなりすっきりした配線で済みます。ワイヤレスリアスピーカー SA-RS5 はバッテリーを内蔵したリアスピーカーとなっていて、フル充電で10時間の連続再生が可能、急速充電にも対応していて10分充電で最大90分の使用ができます。普段は本棚に置いておいて、映画視聴時だけテーブルや椅子の上に置いて完全ワイヤレスで使うことが可能。充電を忘れてしまった時もポップコーンやコーラを用意している時間に充電してしまえば、映画1本分ぐらいなら15分程度の充電で使えるようになります。ではここから SDR-AN1000 の、実際の実機のですね、ユーザーインターフェースを紹介していきます。まずはこれが SDR-AN1000 のホーム画面になります。アイコンとかではなくて、映像を見る、音楽を聞く、カスタムプリセット、サウンドエフェクト、ゾーン操作など、あの文字によるメニューに今回から切り替わっています。映像を見るというふうにすると、こうしてアイコンと文字で切り替えをするようにできるんですが、よいしょ、このアイコンもすべて、自分でカスタマイズすることができるようになっています。ここに編集というのがあるので、編集を押すとこれですね、ゲームはまあプレイステーションっぽい映像になっていて、今 AUX のところにはですね、実はレコードプレイヤーをつないでいるので、これをレコードプレイヤーの絵にしようと思います。ターンテーブルというのがありますね、これに切り替えることができます。名前も AUX になっていますが、これをここで、切り替えることができます。まあとりあえずこれはこのままにしておいて、で音楽を聴くですね、こうして、どの端子を使うのかというのをここで設定をすることができるようになっています。他にアイコンどんなのがあるのかっていうと、あ、ここにウォークマンなんていうのもありますね。ナスとかカムコーダーというのもあります。 HDMI ケーブル、6端子ついてますので、そこに、
ケーブルつないでおいて、ここにカメラ専用の端子とかっていう風にしておくこともできます。そして、音楽を聴くも同様ですね。あ、ここにさっき入れたターンテーブルが出てきました。そして、まあ設定画面のところから、STR-AN1000 の、メニュー設定、スピーカーの設定など細かい設定をここでやっていくことになります。まずここのスピーカー設定なんですけども、よいしょ、プリセット1っていうふうになってますね。今回の STR-AN1000 は自動音波補正を使って、バランスを取ったりすることができるんですけども、ここでプリセット1とプリセット2に2つの記憶をさせることができます。今回はここのプリセット2の方にしてセッティングを最初からちょっとやってみようと思います。プリセット2に切り替えた上で、ここで自動音波補正設定というのを選んでいきます。自動音波補正、あ、そう、メニューのところに数字が出ていますけども、これはおそらくサポートを受けるときに、電話とかで相談したときに分かりやすくするための工夫なのかなと思います。自動音波補正に進んでいきます。ここで開始とします。で、今回はプリセット2の方を入れていきます。プリセット1はもう先にちょっとデモ用にもう音作ってあるので、こっちはそのままにしておいてプリセット2をやります。一般家庭であればプリセット1の方で本番のものっていうか一番お気に入りのものを作っておいて、プリセット2で実験したり、お客さんがいっぱい来た時のスピーカー配置とかにして記憶させたりとかっていう使い方ができると思います。そして、無線接続の最適化、すでにもうスピーカー全部置いてしまってるんですけども、あ、ちょっとスピーカーお見せしましょうか。よいしょ、これが SARS5 です。バッテリーを内蔵しているので、今電源をコンセント抜いてるんですけども、ここにランプついてますね。それつながったまんまになっています。こうして、好きなところに置いておくことがこれでできます。では無線の接続の最適化中ということで、これは、部屋の中の電波状況を見て最適な周波数を使うように設定をしているところだと思います。だいたいこれに1分ぐらい時間がかかります。はい、無線接続の最適化が終わりました。これで、次へ進んでいきたいと思います。ワイヤレススピーカーが接続済みに全てなってますね。サブウーハーはあっちのスピーカーのフロントスピーカーの右スピーカーの奥の方にと置いてあります。リアスピーカーは棚の上に2つとも置いてあります。そしてここでワイヤレススピーカーの、利用構成を選んでくださいとありますので、ここでサラウンドとサブウーハー両方とも使ってますので、これで選択します。ここで S センタースピーカー入力端子搭載テレビをお使いですかと聞いてきてくれています。ここで設定するとすると、アンプの方に S センタースピーカーのスイッチがオンになるので、これも設定するを選びます。はい、これで設定が終わりました。ここで注意書きが出てるんですけど、イネーブルドスピーカー搭載のワイヤレスリアスピーカー SARS5 を使っているんですが、サラウンドスピーカーとしてこれを使う場合は、STR-AN1000 の有線の、サラウンドバック、もしくはフロントハイ端子を使用できなくなりますよと。端子自体は空いてるんですけども、そこの演算するチャンネルをもうすでにチップの方で使ってしまうので、リアのイネーブルドスピーカーとして使ってしまうため、フロントにイネーブルドスピーカーを置くことができません。4つのイネーブルドスピーカーを置くという設定がこれはできないので、これはちょっと要注意です。さあ次です。でいきます。スピーカーパターンでここもちょっと注意なんですが、ここで 5.1 チャンネルでテレビセンタースピーカーありとセンタースピーカーありというふうになります。これはテレビセンタースピーカーを使った上にさらに別途センタースピーカーもあるという設定になります。もう一つ先に送るとテレビセンタースピーカーあり、これだけになりますので、これが正解ですね。この上にはもうないですね。よいしょ。そして、ここでハイトスピーカー、イネーブルドスピーカーどこにありますかというのを聞いてきてくれます。あ、もうこれは入ってますね。リアの方に入っているので選択できないようになってます。はい、このまま進みます。で、スピーカーパターンというのがあるんですけども、よいしょ、次へ進むとすると、こうやってここに接続してくださいというアナウンスをしてくれてるんですが、もうワイヤレスでつないでいるのでここはちょっと必要ないですね。先へスキップします。そしてこれも
新しい項目になります。部屋の距離、高さを実際に自分で測定して入力していくんですけども、従来の HTA9 やサウンドバーでは視聴位置の場所、大体の場所というのは設定をしてたんですけど、スクリーンの位置とかっていうのを入れてなかったものが、今回は STR-AN1000 ではスクリーンからのこうして距離というのを入れることになっています。ここ3メートル10あるので3メートル10と入れます。視聴位置の高さ大体合ってるんですけども、これも1メートル13なのでちょっと小さくします。で、天井の高さが2メートル74になってるんですけども、うちは実測で測ってみたら2メートル50だったので、これはちょっと数字を下げます。そしてスクリーンの高さ1メートル、これも1メートル13にします。あ、よし、戻って、あ、戻れない、まあ18でいこう。で、これでプリセット2に保存されました。そして次に、測定用マイクの準備に進みますというふうにあります。測定用マイクっていうのはこういうステレオのマイクになるんですけども、これですね、ちょっと今回は特別にスタンド付きになっています。測定を2回やります。最初はこの上段の、左右にステレオを置くんですが、2回目は下段にこうやっておいて、前後にマイクを置いてくるような格好。これで、3D で音頭の環境を、音場を測定するということをやります。では指示に従ってこれでやっていきます。では測定開始します。1回目、はい、これで1回目が終わりました。2回目に入ります。2回目はこのマイクを下段に入れて、マイクを前後に設置して、これで2回目を測定します。終わりました。今測定するときにテレビのセンターチャンネルも鳴ってたのが分かりますでしょうか。HTA9 やサウンドバーの場合もこうした音場自動補正の機能っていうのはついてるんですけども、センターチャンネルの音っていうのは鳴ってなくて、あらかじめもうメーカーがプリセットした音量で鳴らすようになっていたんですが、今回の STR-AN1000 ではそれをきっちりこうしてスクリーンからの音も測定してレベル合わせをしています。で、これで撮れたので保存をします。はい、ここは、ファントムスピーカーのセッティングですね。タイプ B というのは音楽用、タイプ A というのは映画用というふうになっていますので、ここはタイプ A を選びます。そしてここはスピーカーの周波数特性なんですけども、フルフラットにしておきます。で、キャリブレーションマッチング、そして、次で360スペシャルサウンドマッピングのデモが流れます。聞いてみます。まあ、このカメラの今2チャンネルのステレオで録音してるんですけども、2チャンネルステレオだとちょっとここの広がり感っていうのは分からないと思うんですけども、実際のスピーカー位置よりも広い空間で音が鳴ってるような感じで聞こえるようになっています。360スペシャルサウンドマッピングは一番遠いスピーカー、視聴位置今ここで設定してるので、一番遠いのはそこのフロントスピーカーですね。これの距離で合わせて
ぐるっと360度スピーカーを置いているような感じで音を作っているそうです。では実際に 360SSM の音をちょっと聞いてみたいと思います。オンオフできます。はい、ここではドルビーのデモディスクからリーフというのをちょっと再生してみようと思っています。そして 360SSM のオンオフですけど、まずサウンドフィールドを AFD ムービーというのに設定しておいて、そしてここにありますね、 360SSM オーディオシステム入り切り切りでまず再生してみたいと思います。このメニューはブラビアの対応モデル、2021年モデル以降のものだとこうやってメニューが対応しておいて、ここから直接もうテレビのリモコンで STR-AN1000 の操作をできるようにしてくれています。まずこれが 360SSM オフの音です。続いて 360SSM をオンにした音にします。はい、さすがにカメラのマイクでは音の違いは分からないとは思うんですけども、ぶっちゃけた言い方するとですね、サラウンドバックと上方向の音がとても聞きやすくなるというか、音の量が増えた感じになります。割とお店のデモではですね、ドルビアトモスって言うと天井からの音をすごい皆さん聞きたがるので、そういう天井の音がするシーンというのを映画で探してきて、例えばヘリコプターが飛んでるシーンとか、そういうのを探してきてお見せするんですけども、そういうことしなくてもですね、 360SSM を使ってしまうと割と周りの音が大きく聞こえるので、サラウンドバックの音量をちょっと上げておいたりとか、そういういたずらしなくてもですね、割と聞けるかなというふうに思います。でちょっと注意点があって、これはまあ使っているうちにお分かりになると思うんですけど、この 360SSM の機能が使えるのはこちらの、AFD、 それとマルチステレオ、 AFD ムービー、ドルビーのみですね。 AFD にしておけばこれで使えるんですが、ドルビーのドルビーモードっていうのにすると自動で、360SSM がグレーになってるんですけども利用できなくなってます。同様に DTS モードっていうのも同様です。さらに言うとドルビーアトモスの音声というのをデコードしてくれるのはドルビーモードと AFD ムービー、それと AFD、それと、マルチステレオですね。この4つでしかドルビーアトモスの再生はできないので、使い始めの時はとりあえずこの AFD ムービーにして、そして 360SSM を使っていくといいんじゃないかなと思います。そしてアコースティックセンターシンクも STR-AN1000 ではちょっと別違った働きをするので、そのデモをちょっとしてみたいと思います。デモにはプレイステーションを使います。61年に壁ができ、ボルコフは東、はい、今センターから音がしています。こいつはテレビからすごい音が聞こえてるんですが、このケーブル1本抜いてみます。叩くことはペル、そうするともうセリフのセンターチャンネルの音が聞こえなくなります。また入れてみます。奴はボルコフの上空、セリフが聞こえてきました。連中は明日のセンターチャンネルの音をこれだけに絞って出してくれています。地下鉄で東ビルに潜入する。壁の向こうにある幽霊駅がアクセスポイントだ。これが HTA9 だとどうなるのか試してみます。ボルコフが現れたら捕らえるぞ。はい、今回 HTA9 から音が出てます。 HTA9 のセンタースピーカー入力を外してみます。外したんですけども、左右のスピーカーから音が出ています。
刺すとテレビから元は出てるんですけども、この3チャンネルでセンタースピーカーの音声成分を出力してるんですね。ここが SDR-AN-1000 との違いになります。ついでなのでコールオブデューティーの 120Hz も試してみたいと思います。はい、設定はパフォーマンスモードにしてあります。これでいくと、まあ、撮ってるカメラが 30p なので、あ、60p かなので全然違いは分からないと思うんですが、ヌルヌルで 120p で動いています。はい、サウンドバーとワイヤレスリアスピーカーを使いの方で、さらに本格的なブラビアシアター環境にステップアップされる方、 STRDN1080 などを使いでプレイステーション5を導入された方などのアップグレードに STRAN1000 は良いんじゃないかなと思います。当面当店店頭にて、実機を展示していますので、視聴されたい方、視聴された上で購入をご検討いただいている方はぜひお気軽にご相談ください。展示してお待ちしております。